朝ごはんはパンケーキですか。すげえボリュームやけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速イメミの館へ。いらっしゃいませ、リラクゼーションサロンイメミの館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は自然に溢れた夏真っ盛りのガウガウ村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、ガウガウ村に出発。はい、ガウガウ村に到着。ん、なんかすごい涼しげな感じのマイデザが。夢の世界へようこそ。あなたは今ガウガウという村の夢見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは魅惑のガウガウの世界をご堪能遊ばせ。ほら、なんか涼しげな感じの前出たじゃない。かわいい。ん、二通り。こっちがノンウォッシュデニム、こっちはノンウォッシュスカート。あ、じゃあこっちが女の子よってことやんね。オッケー。じゃあこっち一式ちょっと着替えましょうか。傘とかもある。日傘的な感じかな、夏やし。じゃあちょっと順番に。マーガレットの傘。よし、マーガレットの傘で。じゃーん、こんな感じで。いいね。なんか、なんて言うんやろう。ちょっとやんちゃな感じやけど、このマーガレットの傘で、女子力を、女子力をプラスしていくっていう。あ、こっちの方じゃないのか。いいね、なんかセミの鳴き声がめっちゃ聞こえて。ほらほら、村にある果物も、マンゴーにレモン、夏って感じやし、さっぱりさっぱり。待って、なんか着てる服めっちゃ可愛かった、今。なんか犬みたいな感じじゃなかった？マイレザー。何？ガウー。ゴビ。超かわいい。あ、待って、向こう側か。あ、この辺の感じすごい好きなんやけど、わかる？違って、上向いてしまった。ほら、めっちゃなんか良くない？ほら。これ多分、犬やろ？え、違うんかな？あ、ガウガウ村ってもしかして、あれ？狼系住人が、いっぱいおるとか、そういう感じかな。その鳴き声みたいな。ヘンリー、大平太。いや、違うな。違った。全然違った。はい、それじゃあ、一軒目のお家。ここだね。一軒目の家の住人？かな？いや、こっちの住人かな？ちょっといまいちどっちだかわからないけど。多分こっち。今、下に女の子おったし。フルーツジュースはいかが？オリブくん。お邪魔します。水分補給の際はフルーツジュース屋さんにぜひということなんで、立ち寄りましょう。フルーツジュース屋さん、出会っとんかな、ここ。あっこに多分、サーバーとかあるけん、合っているはず。よき。あ、これティーセット、シナモンやん。かわいい。いいね、いいね。なんか、え？もしや、これがテーブル代わりとかそういう感じ？そういう感じ？なんかな？面白いね。ウエスタンな感じの雰囲気。はい、それじゃあ左の部屋へ。あ、左は、お花屋さん。いいね、なんか、入り口入ってすぐんとことはまた、えらく雰囲気の違う。あっちはちょっとなんか、なんかこの辺もね、ウエスタンな雰囲気はちょいちょいあるけど。でも向こうほど武骨な感じではない。華やかやね、やっぱ花屋さんやし。よき。あ、明かりはろうそくなのね。はい、そして奥の部屋へ。はい、奥は、なんかいい感じに、
観葉植物たちがいっぱい。これは何の花？あ、パンジーかな？あ、違った。全然違った。これ何の花やろ？ちょっとわからないけど。どこかしら？雨漏りが。じゃ、屋根直そう、屋根。屋根直さんと。そんなところから太陽の日差し浴びたらいかんよ、植物。はい、そして、2階へ。あ、2階はなんか全然雰囲気違う。ねえ。普通になんか可愛い。え、もしかして女の子の部屋？ってことはオリブくんではないということかな、ここの家。違ったんかな？ってことはフルーツジュース屋さんはこの隣か、もしかして。ここは普通にカフェやったりとかして。あ、朝ごはんはパンケーキですか。すげえボリュームやけど。いや、いいと思うよ。がっつり。はい、そして地下へ。あ、地下はなんかすごいおしゃれな。ケーキとお茶を楽しむお店ってことやね。カフェやカフェ。雪かな、雪かな。カラフルなお茶って飲むのすごい抵抗あるんやけど、美味しいんやろうか。でも紅茶ってそういう感じか。見た目。なんか、なんとかティー、なんとかティーっていう、その、響きは美味しそうなんやけどね。おしゃれやなって思うし。こっちだったかな、住人さん。カフェやってるよ。あ、多分そうやね。リブさん。多分こっちのお家だったわ。ってことは、オリブくん。あれ、リブさんにオリブくん。名前が似ている。お邪魔します。こっちかな？フルーツジュース屋さんは。あ、絶対そうや。絶対こっちはフルーツジュース屋さん。フルーツいっぱいあるもん。フルーツいっぱいあるし、ほら、ミキサー回ってるもん。これは？ぶどうジュースかなんかかな？ちょっとなんか紫っぽい感じよね。ただ、ぶどうが置かれていない。てか、ぶどうとかなかったか？なかったか？あれ、ポケモリだけかな？何ジュースなんやろ、あれ。サクランボとか桃？そのあたり？はい、奥の部屋へ。あ、奥は、こじんまりと、お風呂と、トイレ。一人暮らしやったら気にならんよね。一緒になっとるのも。一緒になっとるタイプって需要結構あったりするんかな？なんかよくああいうの聞くけど、まあ、日本人には無関気がするんよね。はい、それじゃあ2階へ。お、2階は、あ、ちょっと落ち着いて本が読める感じの。こうなんか一人一人スペースがあるっぽいね。あ、いいいいいい、こういうの。もうなんか図書室、で、こうなんかみんなが座って勉強したりとか本読んだりする大きいテーブルとかもあるけど、でもなんか、こう本棚の合間合間とかにも椅子が置かれとったりとか、まあ、大学とかはそうやったんやけど、なんかああいうのすごい落ち着くけんいいなって思いよったんよね。そう、こういう感じの椅子がその本棚の合間合間に置かれてあったんよね。大学で。よき。まあ寝よる人とかもたまにおるんやけどね。はい、そして地下へ。あ、地下が生活する場所って感じ。自分の部屋。いいね、おしゃれ。地下に部屋があるっていうこ、それ時点でもなんか、おしゃれやけど、実際おしゃれ。でもちょっとなんか、起きたら起きっぱなしみたいな、そういうところもいいと思うよ。まあ、絶対オリブくんやんね。もう男の子でそういうの決めつける。え、男の子よね、オリブくんって。今更ながら。はい、そして、三軒目のお家は、あ、一番向こうにあるんやね。三軒、あ、なんか三軒目だけ離れてるね。あこ村長さんの家ってことかな。あー、いい、こういう庭先に、ね、レジャーシート広げて、ピクニック。どうも。あやめさん、パスタ屋さんオープンしたよ。パスタ屋さんやって。和風パスタあるかな？お邪魔します。
り口入ってすぐは、普通に家ってことかな。よね、多分台所、ちょっとしたキッチンに、多分リビングやろ。え、そういうことよね。はい、左の部屋へ。そしてこっちは、洗面所、水回り、やんね、こっちお風呂やし。こういうちょっとした仕切りがあったりとか、こういう感じがやっぱり落ち着く。ね、そしてこっち洗濯機とか。なるほど。はい、そして奥の部屋へ。パスタ屋さんはどこだ？地下とかかな？あ、ここや。なるほど。奥がパスタ屋さん。なるほどね。新鮮な食材を使いつつ。パスタ。クリームパスタとか結構好きかな。まあ、和風じゃなくても、洋風とかやったら。あと、ボンゴレパスタとか。ナポリタンは好きじゃないよね。あとは、タラスパとかはすごい好き。あと、まあ、醤油系の、ほうれん草とかと一緒にあえとるパスタみたいなんね。はい、右の部屋へ。お、右側は植物に溢れている。仕立て屋さんとかそういうことかな。多分この辺にかけてある服とか自分で作ったやつじゃない？え、すごい。で、こっちはなんか植物育てて、花束とか作ったりするんかな、もしかして。なんかそういうのしそうじゃない？全体的になんか何かを育てたり、物を作ったりとかするのが好きなのかな。はい、そして2階へ。ん、2階は、またしても本がいっぱい。ちょっとした書斎みたいな感じ。ちょっとなんか雰囲気おしゃれな感じやけど。ちょっとなんかね、アジアンチックな感じ。あ、で、ここで、寝室も兼ねとんやね。なるほど。ちょっとなんか自分が落ち着ける空間みたいな感じかな。でもこうやって階段上がってすぐに、こう、何？見えん場所？こういうところなんか落ち着くような気がする。ちょっと奥まった場所とかにおるのすごい落ち着く。はい、そして地下へ。ん？地下は、なんか、料亭か？なんか和風な感じの、ね。でも、あれやね、キッチンみたいなのないね。漢方が出てきそうな感じ。あ、でもちょっとしたコーヒーとかそういうお茶とかは出てきそうな感じかな。お茶屋さん？温まりつつ、あ、和菓子出るんやね。じゃやっぱりなんか和風喫茶みたいな感じかな。レトロな。雪だね。そして全体的に本が多い。前の家も本いっぱいあったもんね。本好きはいいよ。知識豊富で。まあ、別に自分もね、本好きやけど、知識豊富なわけでは全くないんやけどね。え、でもなんかそういうイメージ。あ、でも国語は得意だから。そういう面ではね、いいよね。いいなぁ、なんかこういう、空間なんか良くない？なんか花よりは、なんかね、緑要素がすごい多いんやけど、なんかおしゃれ。この、役所前のタイルとか。そういう細かい部分の前でだね。そういうとこもこだわってできるのすごいな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか今の季節とはすごい正反対な村やけど、なんかすごいね、夏が恋しくなる。多分夏になったら逆のこと言うんやろうけど。